皆さんこんにちは。簡単で美味しくて安い料理レシピを紹介する晩飯チャンネルセカンドのてっぺいです。今回は晩飯チャンネルで大好評をいただいているベイクドチーズケーキのレシピでも使うケーキの焼き型にクッキングシートを貼り付ける方法をご紹介します。それではよろしくお願いします。まずはクッキングシートを焼き型の底と壁のサイズに合わせて切り出します。底の部分はクッキングシートをそのまま置くだけで OK。 壁は垂直なのでクッキングシートをそのまま置いても剥がれてしまうので、私はショートニングをクッキングシートに適量塗って壁に貼り付けています。ショートニングは接着剤代わりなのですが、バターなどでも代用できます。ポイントはクッキングシートに多めのショートニングを塗り付けることです。塗り付ける量が少ないとすぐに剥がれてしまいます。その他のポイントですが、ショートニングを冷蔵庫からあらかじめ取り出して表面を溶かしておくとクッキングシートに塗りやすいと思います。ちなみに皆さんがご覧になっているのは直径18センチの焼き型ですが、小型の直径15センチの焼き型でもクッキングシートの貼り付け方は同じです。この焼き型で作るベイクドチーズケーキのレシピは晩飯チャンネルで絶賛公開中。再生画面右上のカード、もしくは再生画面下の説明欄のリンクからぜひぜひレシピ動画へのアクセスもお願いします。簡単で美味しくて安い料理レシピを紹介する晩飯チャンネルセカンドのてっぺいでした。セカンドチャンネルでは料理の小ネタを中心に配信しています。不定期配信ですが、次回の動画もご期待ください。それでは皆さん、動画ご視聴感謝、そしてさようなら。